DNA ワクチンの作成 DNA ワクチン接種、あるいは DNA ワクチン投与は、特定の抗原の DNA コード配列を免疫化された種の細胞にトランスフェクトする技術である。DNA ワクチンは、免疫応答が求められる抗原をコードする DNA 配列を含む遺伝子操作されたプラスミドを注入することによって、機能するため、細胞は直接抗原を産生し、 防御免疫応答を引き起こす。DNA ワクチンには、より広範囲の免疫応答タイプを誘発する能力など、従来のワクチンに比べて、理論上の利点があるとされる。いくつかの DNA ワクチンが重要にテストされている。動物の疾患において効果が得られている場合と、そうでない場合がある。2016年8月の時点で、米国では人への使用が承認された。 DNA ワクチンはない。人のウイルス性、細菌性、寄生中性疾患、及び癌に対するアプローチについての研究が進行中である。DNA ワクチンは、いわゆる第三世代ワクチンである。100年以上の間、ワクチン接種は免疫系を刺激するため免疫系が直接反応する特定の抗原を導入するか、病気を引き起こすことなく宿主内で複製し、 抗原を合成できる弱毒化した感染性の病原体を導入するかのいずれかのアプローチによって影響を受けてきた。そしてワクチン接種に対する根本的に新しいアプローチが開発された。DNA ワクチンには病原体からの特定のタンパク質をードする DNA が含まれ、DNA は体内に注入され細胞に取り込まれるとされる。 細胞の通常の代謝プロセスは取り込んだプラスミドの遺伝暗号に基づいてタンパク質を合成する。これらのタンパク質には細菌やウイルスに特徴的なアミノ酸配列の領域が含まれているため外来性として認識され宿主細胞によって処理されて表面に表示されると免疫系に警告が発せられ免疫反応が引き起こされる。あるいは 細胞の取り込みを容易にするために DNA をタンパク質にカプセル化する。このキャプシドタンパク質が DNA に含まれている場合、得られるワクチンは復帰のリスクなしに生ワクチンの効力を組み合わせることにある。1983年、ニューヨーク州保健局のチルベンゾペーレティとデニスパニカリは遺伝子工学を使用して通常の天然痘ワクチンを 他の病気を予防できるワクチンに変換することにより、組み替え DNA ワクチンを製造する戦略を考案した。彼らは他のウイルスの遺伝子を挿入することにより、牛頭ウイルスの DNA を改変した。1993年、ジェフリー・ルマーとマークリサーチ・ラボラトリーズの同僚は、インフルエンザ抗原をードするプラスミド DNA をマウスに直接注射すると、 インフルエンザウイルスによるその後の実験的感染から動物が防御されることを実証した。2016年に自家ウイルスの DNA ワクチンが国立衛生研究所で人でのテストを開始した。この研究は18歳から35歳までの最大120人の被験者を対象に計画された。別々にイノバイオファーマシューティカルズとジニオンライフサイエンスはマイアミで 自家熱に対する異なる DNA ワクチンのテストを開始した。NIH ワクチンは高圧下で上腕に注射される。2016年8月の時点で大量のワクチンの製造方法は未解決のままであった。HIV を予防するための DNA ワクチンの臨床試験が進行中である。米国では人での使用が承認されている DNA ワクチンは存在していない。 病気から身を守るのに十分な強さの反応を引き起こした実験的試験はほとんどなく、この技術の有用性は人間で証明されていない。ウエストナイルウイルスから馬を防御するための重要 DNA ワクチンが承認されている。高毒素血清を開発する手段として DNA 免疫も研究されている。DNA 免疫は モノクローナル抗体誘導の技術プラットフォームとして使用できる。DNA ワクチンは、高活性の発現ベクターを使用した場合に、最良の免疫応答を引き出す。これらは、通常、目的の遺伝子のインビボ転写及び翻訳を駆動する、強力なウイルスプロモーターからなるプラスミドである。イントロンは、メッセンジャー RNA の安定性を改善し、 タンパク質の発現を増加させるために含まれる場合がある。プラスミドには、牛成長ホルモンやウサギのベータグロブリンポリアデニル、下配列などの強力なポリアデニル化、転写集結シグナルも含まれている。ポリシストロン性ベクターは、複数の免疫腹を発現するため、または免疫腹と免疫刺激タンパク質を発現するために構築されることがある。プラスミドは、 免疫腹が発現される媒体であるため、最大のタンパク質発現のためにベクターデザインを最適化することが不可欠である。タンパク質発現を増強する一つの方法は、新核細胞の病原性メッセンジャー RNA のコドン使用頻度を最適化することである。病原体はしばしば標的種とは異なる AT 含有量を持っているため、免疫、 腹の遺伝子配列を変更して、標的種でより一般的に使用されるコドンを反映させると、その発言が改善される可能性がある。別の考慮事項は、プロモーターの選択である。SV40 プロモーターは、ラウスニク種、ウイルスプロモーターによって駆動される、ベクターの発現率が、はるかに高いことが研究で示されるまで、従来から使用されていた。最近では、 サイトメガロウイルスの前初期プロモーターを使用することで発現率がさらに上昇している。メイソンファイザーモンキーウイルスクトを含めるとレブの有無に関わらずエンベロープ発現が増加する。さらにクトレブコンストラクトはクト単独ベクターよりも免疫原性が優位に高い。発現率を改善するための追加の就職にはエンハンサー配列、合成イントロン、 アデノウイルス3社リーダー配列の挿入、及びポリアデニル化及び転写集結配列への就職が含まれる。DNA ワクチンプラスミドの例は SV40 プロモーターを使用するプバッツである。構造的不安定現象はプラスミド製造、DNA ワクチン接種及び遺伝子治療にとって特に懸念される。プラスミドバックボーンに関連するアクセサリー領域は 広範囲の構造的不安定性現象に関与している可能性がある。遺伝的不安定性のよく知られた触媒には直接逆方向及びタンデムリピートが含まれ、これらは多くの市販のクローニング及び発言ベクターで顕著である。したがって無関係な非ードバックボーン配列の減少または完全な排除は そのようなイベントが起こる傾向を著しく減少させ、その結果、プラスミド全体の組み替えへの可能性を減少させる可能性がある。プラスミドがトランスフェクトされた細胞核に挿入されると、外来抗原のペプチドストリングをコードする。その表面に、細胞は組織的合遺伝子複合体クラス I とクラス2分子の両方を持つ外来抗原を表示する。次に、 抗原定時細胞は、リンパ節に移動し、T 細胞によって、シグナル伝達された抗原ペプチドと強刺激分子を提示し、免疫応答を開始する。免疫腹は、抗体、または、細胞障害性 T 細胞の応答を改善するために、様々な細胞内コンパートメントを標的にする。分泌型、または原型質膜結合型の抗原は、 細胞質ゾルの抗原よりも抗体反応の誘導に効果的であるが、細胞障害性 T 細胞の反応は、抗原を細胞質分解及びその後の主要な組織、適合性の複合体クラス I 経路への侵入に標的化することで改善する。これは通常、N 末端指キチンシグナルの追加によって達成される。タンパク質のコンフォメーションも抗体反応に影響を与える。 可能性がある。秩序だった構造は秩序のない構造よりも効果的である。様々な病原体に由来する一連のミニ遺伝子は特に THA ピトープも含まれている場合、一部の病原体に対する細胞障害性 T 細胞の応答を引き起こす。DNA ワクチンと遺伝子治療の技術は類似している DNA ワクチンは複数の方法で、 動物組織に導入されている。最も人気のある二つのアプローチは、1999年に生理食塩水中の DNA を標準的な皮下、注射針を使用することであった。または遺伝子銃を使用することもある。他のいくつかの技術は、その間に文書化されている。生理食塩水の注射は、通常、骨格筋の筋肉、または皮下で行われ、 細胞外の空間に DNA を送達します。これは、1エレクトロポレーションによって2ブピバカインなどの筋毒素で、筋繊維を一時的に損傷することによって支援することができる。または酸性離食塩水、または初頭の高針液を使用する。この方法に対する免疫反応は、針の種類、針の位置合わせ、注射の速度、注射の量、筋肉の種類、 およびレシピエントの年齢、性別、生理学的状態などの要因によって影響を受ける可能性がある。遺伝子銃による相達は加速剤として圧縮ヘリウムを使用して、金、またはタングステンの微粒子に吸収されたプラスミド DNA を弾道的に加速する。大体案には、微粘膜や肺粘膜などの粘膜表面へ裸の DNA のエアロゾル注入や目及び 膣粘膜へノップドナの局所投与が含まれている。粘膜表面へ送達させる方法としては、カチオン性リポソーム DNA 超生物、生分解性ミクロスフェア、弱毒化サルモネラ菌、腸粘膜への蛍光投与用のセキリ菌、またはリステリアベクター及び組み換え、アデノウイルスベクターを使用して達成されています。DNA ワクチンの送達には、 最近細,細胞と合成ポリマーで構成されるハイブリッドビークルが採用されている。大腸菌の内角とポリの外皮は相乗的に機能し、細胞の取り込みと内在化、ファゴスオムの脱出、細胞内の積み荷濃度など、抗原定時細胞の遺伝子相達に関連する障壁に対処することで効率を高めます。マウスでテストしたところ、ハイブリッドベクターは、 免疫反応を誘発することが分かった。DNA ワクチン接種への別のアプローチは免疫発現ライブラリーである。この技術を使用すると病原体からのすべての遺伝子を一度に送達できる可能性があり、これは弱毒化または培養が困難な病原体に役立つ可能性がある。エライはどのような遺伝子が個体を防御するための反応を 誘発するかを特定するために使用できる。これは、比較的小さなゲノムを持つマウスの肺病原体である、ミクプラズモプルモニスでテストされている。部分的な発言ライブラリーでさえ、その後の実験チャレンジから防御を誘発するとした期待をもたらせている。相達させるやり方として、効果的な免疫応答を高めるために必要な容量を決定する。 生理食塩水の注射は10マイクログラムから1ミリグラムまでの様々な量の DNA を必要とするが遺伝子重の送達は100から1000分の1を必要としている。一般に0.2マイクログラム20マイクログラムが必要とするが16なんという少量が報告されている。これらの量は種によって異なり、例えばマウスは霊長類の 約10分の1の DNA を必要とする。生理食塩水の注射は DNA が標的組織の細胞外空間に送達されるため、より多くの DNA を必要とする。そこでは DNA が取り込まれる前に物理的障壁を克服する必要がある。遺伝子銃の送達が DNA を直接細胞に駆動、強制する一方で無駄が少なくなっている。抗原定時は T 細胞を刺激して、細胞障害性、CD8 細胞、または、ヘルパー T 細胞 CD4 細胞のいずれかになる。細胞障害性細胞は、表面に、特定の外来分子、または異常分子を運ぶ、他の細胞を直接攻撃する。ヘルパー T 細胞、または、素細胞は、他の細胞と通信することによって、免疫応答を調整する。ほとんどの場合、 T 細胞は抗原が体の MHC または主要組織の適合遺伝子複合体の一つによって細胞の表面に運ばれる場合にのみ抗原を認識する DNA 免疫はリンパ増殖や様々なサイトカインプロファイルの生成など複数のスウォートを引き起こす可能性があります DNA ワクチンの主な利点はヘルパー T 細胞のスイッチまたは すに応答に偏らせるために、それらを操作することが容易である。それぞれのタイプには、リンホカインとケモカインの発言の特徴的なパターン、特定のタイプの免疫クロブリン、リンパ球輸送のパターン、及び自然免疫応答のタイプがある。他のタイプのヘルパー T 細胞を発生するヘルパー T 細胞のタイプは、操達方法と発現する免疫、腹のタイプ、 および様々なリンパ系コンパートメントの指標によって影響を受ける。一般に、生理食塩水の針注射は、水治応答を誘発する傾向がありますが、遺伝子重による相達は、巣に応答を上昇させる。これは、細胞内および原型質膜に結合した抗原には当てはまりますが、相達方法に関係なく、巣に応答を生成すると思われる、分泌抗原には当てはまらない。 一般に、発生するヘルパー T 細胞のタイプは時間の経過と、ともに安定しており、これは通常、ナイーブな標本では反対のタイプの応答を引き起こし、立ち向かった時や、その後の予防接種後に変化はしない。ところが、モリットおよびその他の者たちは、マウスマラリアゲン中プラスモディウム4アリーの、スポロゾイト周囲のタンパク質を高度する、プドナでマウスを免疫化して、さらに追加免疫後、 最初のスニオートウが水中オ答トウに変化することを発見した。様々なタイプの規定ヘルパー T 細胞これらの様々な方法がどのように機能するか発現する抗原の形態およびヘルパー T 細胞の様々なプロファイルは理解されていない。アイム注射で使用される比較的大量の DNA が水中オ答トウの誘導の原因であると考えられていた。しかし、その証拠として スタイプに、容量の関連の違いがないことを示した。発生するヘルパー T 細胞のタイプは、抗原定時細胞の分化状態によって決定される。樹状細胞は分化して、イルマイナス12、またはイルマイナス4を分泌することができる。針によって注入されたプドナは、樹状細胞にエンドサイトをシスされ、樹状細胞は刺激されて、スイチサイトカイン酸性のために分化する。 一方、遺伝子重は DNA を細胞に直接衝突させ、スイッチ刺激をバイパスする。極性化ヘルパーティー細胞の実用化ヘルパーティー細胞の分極化は、アレルギー反応や自己免疫疾患に影響を与えるのに役立つ。自己免疫疾患の目標は、自己破壊的なスイッチ応答を非破壊的なス墨応答にシフトすることである。これは、 全臨床モデルにおける望ましいタイプの反応の疾患前プライミングにうまく適用されており、確立された疾患の反応をシフトすることに、ある程度成功している。DNA ワクチンの利点の一つは、生ワクチンに伴う固有のリスクなしに、細胞障害性の t リンパ球を誘導できることです。CTL 応答は、免疫優勢及び、免疫劣勢の CTL エピトープ。 および、亜友性の CTL エピトープに対して、自然感染を模倣しているように見える方法で、発生させることができます。これは、CTL エピトープと免疫を提供する上での、それらの役割を評価する上で有用なツールである、ことが証明される可能性がある。細胞障害性の T 細胞は、MHC クラス I 分子と複合体を形成した、小さなペプチドを認識する。 これらのペプチドは分解されて消胞体内の新生 MHC クラス I 分子に相達される内因性サイトゾルタンパク質に由来する。従って遺伝子の産物を直接 ER にターゲティングすると CTLO 等が増強される可能性がある。これはインフルエンザタンパク質を発現する組み換えバクシニアウイルスを使用して成功を収めて実証されたが この原理は DNA ワクチンにも適用できる可能性がある。指基チンシグナル配列の追加、または他のシグナル配列の突然変異による細胞内分解のための抗原の標的化は CTL 応答の増加に効果的であることが示された。CTL 応答はインフルエンザ核タンパク質に対する DNA ワクチンの場合は B7 から1、または B7 から2などの強刺激分子、または、マウスマラリアモデル p o r i に対する DNA ワクチンの場合は、GMCSF との共接種によって増強できる。強刺激分シール -12 及び、トゥカ3を高度するプラスミドとの同時接種は、HIV-1 及び、インフルエンザ核タンパク質抗原に対する CTL 活性を増加させることが示された。 抗体と抗原の模式図 DNA ワクチン接種によって誘発される抗体反応は抗原の種類を含む複数の変態の影響を受けます抗原の位置数頻度及び予防接種量抗原相達の部位及び方法による抗体反応の動力学 DNA を1回注射した後の体液性の応答は組み換えタンパク質を1回注射した後よりもはるかに持続する 可能性がある。B 型肝炎、ウイルスエンベロープタンパク質に対する抗体反応は、ブーストなしで最大74週間持続したが、遺伝子重送達後のマウスでは、インフルエンザ血球凝集素に対する防御反応の、生涯にわたる維持が実証された。抗体分泌細胞は、長期にわたる、抗体産生のために骨髄と脾臓に移動し、通常、1年後にも曲在します。 自然感染、組み換えタンパク質による免疫化およびプドナによる免疫化によって生成された抗体応答の比較を表4に要約した。DNA 発生の抗体応答は自然感染、または組み換えタンパク質免疫が発生した場合よりもはるかにゆっくりと上昇する。マウスの力値がピークに達するまでに12週間もかかる場合があるが、 ブーストすると間隔が短くなる可能性がある。この反応は抗体反応の一次段階と二次段階の両方をサポートする数週間にわたって発現される低レベルの抗原によるものとされる。HBV の小中エンベロープタンパク質を発現する DNA ワクチンを慢性肝炎の成人に注射した。ワクチンは特定のインターフェロンによるガンマ細胞の酸性をもたらした。 また、ミドルエンベロープタンパク質抗原に特異的な T 細胞が発現した。患者の免疫反応は HBV 感染を制御するのに十分なほど強力ではなかった。さらに DNA ワクチン接種によって生成された特定の抗体の力化は組み換えタンパク質のワクチン接種後に得られたものよりも低くなる。ただし DNA 免疫の誘導抗体は 組み換えタンパク質の誘導抗体よりもネイティブで、エピトープに対して高い親和性を示す。言い換えれば、DNA 免疫は、質的に優れた反応を誘発する。抗体は、DNA の1回のワクチン接種後に誘導できますが、組み換えタンパク質のワクチン接種には通常、追加免疫が必要である。DNA 免疫は、免疫応答のスプロファイル、従って、 抗体アイソタイプにバイアスをかけるために使用が可能である。これは自然感染または組み換えタンパク質の免疫のいずれでも不可能である。DNA によって生成される抗体反応は準備ツールとして利用される。例えば主役として使用するためにポリクローナル抗体及びモノクローナル抗体を生成することが可能である。DNA の取り込みとその後の発言が 筋肉細胞で最初にインビボで実証されたとき、これらの細胞は T 細胞によらない特徴的なネットワークによるものと考えられていた。電子顕微鏡を使用して DNA の取り込みが壁オラによって促進することを提案した。しかし、その後の研究により、他の細胞も DNA を内在化できることが明らかになった。DNA 取り込みのメカニズムは解明されていなかった。 DNA のインビボ取り込みは、触作用、または陰作用と同様の方法で、または特定の受容体を介して、一組的に起こるという二つの理論が支配的である。これらは30ケダの表面受容体、またはマクルファージスカベンジャー受容体が含まれる場合がある。30ケダの表面受容体は、4500BP の DNA フラグメントに特異的に結合し、 プロの APC や T 細胞に見られる。マクルファージスカベンジャー受容体は、ポリリボヌクレオチドを含む、様々な高分子に結合するため、DNA 取り込みの候補となる。受容体を介した DNA の取り込みは、ポリグアニル酸配列の存在によって促進される、可能性がある。遺伝子銃による、相達システム、カチオン性リポソーム放送、及び他の相達方法は、 この入力方法をバイパスしますが、それを理解することは、畜産業において、コストを削減するのに役立つ、可能性がある。樹状細胞キメラマウスを使用した研究では、抗原は、樹状細胞、マクルファージ、および特別な抗原定時細胞と呼ばれる特殊な B 細胞を含む骨髄由来細胞によって提示されることが、示されている。遺伝子銃を皮膚に摂取した後、 トランスフェクトされたランゲルハンス細胞は、流入領域のリンパ節に移動して、抗原を提示する。アイム及び ID 注射後、樹状細胞は、流入領域のリンパ節に抗原を提示し、トランスフェクトされたマクルファージが末梢血で発見された。樹状細胞、またはマクルファージの直接トランスフェクションに加えて、クロスプライミングは、アイム、ID、 および遺伝子中 DNA の送達後に発生する。クロスプライミングは骨髄由来細胞が MHC クラス1のコンテキストで別の細胞で合成されたタンパク質からのペプチドを提示するときに発生する。これは細胞毒性の T 細胞の応答をプライミングでき完全な一時免疫の応答に重要である可能性がある。IM と ID における DNA の送達は 免疫反応を異なる方法で開始する。皮膚では、ケラチノサイト、繊維目細胞、ランゲルハンス細胞が抗原を取り込み、発現し、一時の抗体反応の誘導に関与する。核酸を取り込んだランゲルハンス細胞は、皮膚から流入領域のリンパ節に移動し、そこで二次的な B 細胞及び T 細胞の応答を刺激する。骨格筋では、 黄門筋細胞が最も頻繁に拡散を取り込むが、免疫反応には重要ではない。代わりに、アイムを摂取した DNA は、数分以内に流入領域のリンパ節に流され、そこで遠位の樹状細胞が拡散を取り込んで、免疫応答を開始する。拡散を取り込んだ筋細胞は、プロフェッショナルな APC を輸送するための抗原の貯蔵所として機能することが示唆された。 DNA ワクチン接種は強力な B 細胞の刺激因子である、露胞樹状細胞に抗原抗体の複合体を提示することにより、効果的な免疫を生成し持続する。T 細胞は同様の肺の中心樹状細胞によって刺激される可能性がある。FDC は抗体酸性が抗原の長期な発現と重複し、抗原と抗体の免疫複合体が形成され、 FDC によって提示されるため、免疫を生成して記憶する。ヘルパー T 細胞と細胞障害性 T 細胞の両方がインターフェロンを分泌することによってウイルス感染を制御できる。細胞障害性 T 細胞は通常、ウイルスに感染した細胞を破壊する。ただし、e f n γ や TNFα などの抗ウイルスのサイトカインを分泌するように刺激することができる。 これらは細胞を破壊せずに、ウイルス成分の発現をダウンレギュレートすることによって、ウイルス感染を制限する。DNA ワクチン接種は、非破壊的な EFN を介した制御によって、ウイルス感染を抑制するために使用できる。これは、B 型肝炎で実証された。EFN ガンマは、マラリア感染の制御に非常に重要であり、高マラリア DNA ワクチンの考慮事項である。 効果的なワクチンは特定の病原体に対して適切な免疫反応を誘発する必要がある。DNA ワクチンは T 細胞の助けをスイッチまたはスニプロファイルに向けて極性化し必要に応じて CTL または抗体を生成することができる。これは発現される抗原の形態、送達の方法及び経路。 または容量を変更することによって達成することができる。また、免疫調節分子、すなわちサイトカイン、リンホカイン、または強刺激分子をコードするプラスミド DNA の同時投与によって達成することができる。これらの遺伝子や地盤とは次のように投与する。一般に炎症誘発剤とすに誘導サイトカインの同時投与は抗体反応を増加させる。 一方、炎症誘発剤と水チ誘導性サイトカインは、体液性応答を低下させ、細胞毒性応答を増加させる。B7 から1、B7 から2、CD40 リットルなどの強刺激分子が使用されることがあります。この概念は、l ルマイナス10を高度するプドナの局所投与に適用された。B7 から1を高度するプラスミドは、 主要モデルの免疫応答を正常に増強した。GMCSF を高度するプラスミドと p o r のスポロゾイト周囲タンパク質を混合すると、その後の予防接種に対する防御が強化された。GMCSF により、樹状細胞がより効率的に抗原を提示し、l ルマイナスに酸性トス細胞の活性化を促進し、免疫応答の増加を促進することが提案された。これは、 最初に P クスプと PGMCSF の混合物でプライミングし、続いて Py クスプを発現する組み換えポックスウイルスでブーストすることによってさらに強化することができる。ただし GMCSF と P チャバウジメロゾイと表面タンパク質1の融合タンパク質 B 型肝炎ウイルス表面タンパク質を高度するプラスミドの同時注入。 p p c m s p 1 h b のみの送達によって獲得された防御と比較して予防接種に対する防御を取り崩す。遺伝子アジュバントの利点は低コストで投与が簡単であるだけでなく不安定な組み換えサイト会議や潜在的に毒性のある従来のアジュバントなどを回避できることである。ただし長期のサイト会議発言の潜在的な毒性は確立されていない。 多くの商業的に重要な動物種では、サイトカイン遺伝子は同定及び管理されていない。さらに、様々なプラスミドにコードされたサイトカインは、相達時間に応じて、免疫系を異なる方法で調節する。例えば、一部のサイトカインプラスミド DNA は、免疫、ハラップドナの後に、最もよく相達される。これは、事前、または、同時相達により、 特異的応答が減少し、非特異的応答が増加する可能性があるためである。プラスミド DNA 自体が免疫系にアジュバント効果があるとされる。最近由来の DNA は自然免疫防御機構、樹状細胞の活性化、及びスイッチサイトカインの酸性を引き起こす可能性がある。これは免疫刺激性である。 特定の CPG ジヌクレオチド配列の認識による CPG 刺激シーケンスは真核生物よりも最近由来の DNA で20倍頻繁に発生するこれは真核生物が CPG 抑制を示すためであるつまり CPG ジヌクレオチドペアは予想よりもはるかに少ない頻度で発生するさらに CPGS シーケンスは 低メチル化されている。これは最近の DNA で頻繁に発生するが、真核生物で発生する CPG モチーフはシトシンヌクレオチドでメチル化されている。対照的に免疫応答の活性化を阻害するヌクレオチド配列は真核生物のゲノムで過剰に表されている。最適な免疫刺激配列は2つのゴプリンと2つの サンピリミジンが隣接するヒメチルカ CPG、ジヌクレオチドである。さらに、この免疫刺激性、ヘキサマーの外側の隣接領域は、標的細胞への結合と取り込みを確実にするために、グアニンに富んでいる必要がある。自然免疫システムは、適応免疫システムと連携して、DNA にコードされた、タンパク質に対する応答を開始する。CPGS 配列は、 ポリクローナル B 細胞の活性化とサイトカインの発現及び分泌のアップレギュレーションを誘導する。刺激されたマクルファージは、イルマイナス12、イルマイナス18、TNF、α、EFN、α、EFNβ 及び EFN γ ンマを分泌し、刺激された B 細胞は、イルマイナス6及び一部のイルマイナス12を分泌する。 DNA ワクチンのプラスミドバックボーンにおける CPGS 及び CPGN 配列の操作は高度された抗原に対する免疫応答の成功を確実にし TH1 表現型に向けて免疫応答を促進することができる。これは病原体が防御のために TH 応答を必要とする場合に役立つ。CPGS 配列は DNA と組み替えタンパク質の両方のワクチン接種の外部アジュバントとしても使用されており、成功率は様々である。低メチル化 CPG モチーフを持つ他の生物はポリクローナル B 細胞増殖の刺激を示している。この背後にあるメカニズムは単純なメチル化よりも複雑である可能性がある。低メチル化マウス DNA が免疫応答を開始することは不明である。 免疫刺激性 CBG 配列の証拠のほとんどはマウスの研究から得られる。このデータを他の種に外装するには注意が必要である。スカベンジャー受容体の結合と食い性は種によって異なるため、個々の種には異なる隣接配列が必要になる場合がある。さらに、半数動物などの種は胃腸への負荷が大きいため、免疫刺激シーケンスに鈍感である。 可能性がある。DNA で刺激された免疫応答は、組換えタンパク質、または組換えボックスウイルスの投与によって、後押しすることができる。組換えタンパク質を用いた、プライムブースト戦略は、HIV-1 エンベロープタンパク質などの、弱い免疫腹に対する中和抗体力かと抗体の、結合力及び持続性の両方を成功率に、増加させた。組換え、 ウイルスブーストは DNA でプライミングされた CTL 応答をブーストするのに非常に効率的であることが示されている DNA によるプライミングは免疫応答を必要な免疫腹に集中させるが組み換えウイルスによる追加免疫はより大量の発言抗原を提供し特定の CTL 応答の大幅な増加につながるプライムブースト戦略は多くの研究で マラリアチャレンジに対する保護を誘導することに成功している。プラスモディウムヨーアリーサーカムスペローゾチ表面タンパク質を高度する、プラスミド DNA でプライミングされ、同じタンパク質を発現する組み換えワクシニアウイルスで追加免疫されたマウスは、プラスミド DNA のみで追加免疫されたマウスよりも優位に高いレベルの抗体、CTL 活性、EFN ガンマを示した。 これは、組み換えワクシニアウイルスで、追加免疫する前に、パイクスプとマウス GMCSF をコードするプラスミドの混合物でプライミングすることによって、さらに強化することができる。サルマラリアゲン中モデル P のレッセの効果的なプライムブースト戦略も実証されている。赤ゲザルは、二つの肝臓段階抗原と、スポロゾイト表面タンパク質にと二つの血液段階抗原と、 メロゾイト表面タンパク質1を高度する多成分な多段階 DNA ワクチンでプライミングされる。次に4つすべての抗原を高度する組み換え、カナリア等ウイルスで追加免疫した。免疫された猿は、スポロゾイト及び感染した赤血球に対する抗体、及び PKCSP からのペプチドに対するイエフェン、ガンマ分泌 T 細胞応答を具現した。 スポロゾイトチャレンジに対する部分的な保護が達成され、平均寄生中血症は対象猿と比較して優位に減少した。これらのモデルは人の熱帯熱マラリア原虫への外装には理想的ではないが、全臨床試験では重要になる。DNA-DNA DNA 免疫の効率は生分解に対して DNA を安定化し、抗原定時細胞への DNA の相達効率を 高めることによって改善できる。これは生分解性価値音性微粒子などを DNA でコーティングすることによって実証されている。このような DNA でコーティングされた微粒子は特に苗板と混合した場合に組み換えウイルスと同じくらい効果的に CTL を上げることができる。直径300ナノメートルの粒子は抗原定時細胞による取り込みに 最も効率的であるように思われる。アルファウイルスベクター組み換えアルファウイルスベースのベクターは DNA ワクチン接種効率を改善するために使用されてきた。目的の抗原を高度する遺伝子がアルファウイルスレプリコンに挿入され構造遺伝子が置き換えられるが非構造レプリカーゼ遺伝子はそのまま残る。シンドビスウイルスとセムリキシンリンウイルスは 組み換えアルファウイルスレプリコンの構築に使用されてきた。従来の DNA ワクチン接種とは異なり、アルファウイルスベクターはトランスフェクトされた細胞を死滅させ、一過性に発現する。ワクチンの挿入に加えてアルファウイルスレプリカーゼ遺伝子が発現する。アルファウイルスレプリコンがどのように免疫応答を引き起こすかは明らかではないが、このベクターによって発現される高レベルのタンパク質、 レプリコン誘導サイト解応等、または、樹状細胞による抗原の取り込みで増強につながる、レプリコン誘導アポトシスが原因である、可能性がある。ありがとうございます。